はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、最新版 PayPay6 月からのドラッグストア協力タッグ、お得なスマホ決済キャンペーンの追加情報ということで、以前お伝えした明日から始まるワクワク PayPay のキャンペーンについての追加情報がありましたので、早速そちらをお伝えしたいと思います。ということで、今回追加されたのはキャンペーンの対象店舗が追加されたんですよね。まあ、以前紹介した時はこんな感じだったと思うんですよ。まあ、こちらの画像を見ていただければわかると思うんですけども、今の最新版としたらこちらなんですよね。まあ、追加されているのはハッピードラッグとか、あとはドラッグイン木村屋とかですね。そして次の画像を見ていただくと分かる通り、ほぼ新しく追加されてますね。まあ、例えばドラッグイレブン、ビッグドラッグ、小島ドラッグとか、新生堂とかですね。ちなみにここには記載はないんですけども、こちら PayPay の公式ツイートなんですが、6月の10日からツルハグループで PayPay が使えますということで、こちらツイートを読ませさせていただくと、全国2000店舗以上あるドラッグストアのツルハグループで PayPay が使えます。6月のいつもどこかでワクワク PayPay の対象店舗なので、お得にお買い物できますハートということですね。で、このツルハグループのお店をざっと調べたらこんな感じなんですよね。まあ、ツルハドラッグ、薬の福太郎、ドラッグストア、ウェルネス、ウォンツなど、残りはざっとこんな感じですね。ツルハドラッグ、たまに僕も利用するんですけども、まあ、ちょっとこれ余談なんですが、ツルハドラッグって、まあ、食料品とかが結構あったりするので、まあ、個人的にはすごい嬉しいんですよね。しかもちょっと安いっていう。そして気をつけてほしいのは、先ほど伝えた通り、ツルハグループに関しては6月の10日からということなので、しっかりと覚えておいてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。一応ですね、概要欄に6月からのワクワクペイペイについて説明している動画ですとか、あとは今回のキャンペーンの公式のページも下のリンクに載せてますので、もし気になる方がいらっしゃれば確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。